ドン。Hey guys, my name is わさもんなひとみいち。改めまして、推しは猪之助。わさもんです。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、アニメ、鬼滅の刃プロモーションリール2021ですね。今現在時刻が2021年9月25日の23時43分です。さっきまでね、フジテレビだったかな。で、無限列車編のノーカットがあって、で、31分ぐらいから36分ぐらいまでの、まあその5分間ぐらいあったんですよね。遊郭編の予告があったんですよ。遊郭編終わって、ちょっと今まだね、興奮状態なんですけど。で、そこであったこの、プロモーションリールっていうのが出た瞬間に、あ、これは多分 YouTube に上がるわ、と思って、もうすぐテレビを消して、ずーっと YouTube をカチカチしてました。で、アニプレックスの YouTube の公式チャンネルの方から今出たんで、もう早速見ていきますね。もう今現在で6741回再生されてます。で、動画約5分あるんでね、ちょっと気合い入れて見たいなと思います。で、もちろんこのチャンネルでは、遊郭編見て動画出しますんで、もしよろしかったら、高評価。グッドボタンと、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄の方にも、書いておくんで、いろいろね、ツイッターとかもありますんで、はい、こちら、ツイッター、見づらいと思うんですけど、下の方にもリンク貼っておくんで、そちらからぜひフォローよろしくお願いします。それじゃあね、動画は5分ですね。早速見ていきたいと思います。さあ、どうなるか。それじゃあ、再生します。3、2、1、スタート。鬼滅の刃、プロモーションリール。UFO テープ。テレビアニメ化決定のやつね。2019年。見てたのがね、俺2020年の夏ぐらいに見たな。めっちゃかっこいいじゃん。そう、だから、無限列車に乗るまでをやったんでしょ。で、あ、そう、なんかこの予告も見た。無限列車編で、俺、劇場版で見れなかったから、DVD 買って、家で見た。ほんとこんな感じで動画撮って載せたから、まあよろしければね、ぜひそちらも見ていただいて。こっからよ。こっから。俺マジで死ぬって予想してなかったんだよね。これが無限列車、映画館のあれじゃん。フィルムみたいな感じになる。2021年。こっからよ。遊郭編の。あれこれ見たことあるやつじゃない?派手柱さんでしょ。12月5日何これ、なんて読むの、なんて読むの。おい、沢城みゆき城じゃねえか。6?何弦?上弦の何?強そう。コメントでは書かないでください、できれば。上弦のなんちゃらね、強そうだな。これ、行く前のやつじゃん。心配ありませんね。やべえ、懐かしいよ、もう。
これ最後に聞いた言葉が笑い声だったんか。何？任務へと旅立った煉獄杏寿郎。ここから無限列車に乗り込むまでの葛藤、道のりが今明らかに。何これ？第一話完全新作。全7話。うわぁ、10月10日よりって書いてあんじゃん。なんだこれ。こっちが先にあんの？お、主題歌リサね。めっちゃすごくないこれ。あ、これ読めないんだよ、この人。なんだっけ、アイミー。めっちゃかっこいいな、これ。残響参加。なんだ、今。これは見たな。これも見たな。初回1時間な鬼滅の刃。うわ、やべえ。ちょっと待って。やばない。おーおーおおお、ちょっと待って。こっから、ちょっと、コマ送りじゃないけど、ちょっとずつ確認していこう。いいや、撮っとこう。曲はかっこいいの。何編だこれ。遊郭編か。遊郭編が、12月5日の日曜日。フジテレビだと12月5日の日曜日。11時15分から。23時15分から。富士ね。で、MX だと遅いんだ。MX だと12月11日の土曜日の23時30分から。やべえ、1週間空くぞ、これ。で、この下の方にさ、他各配信プラットフォームにてって書いてあるんだけど、僕は基本的にパソコン使ってみるんで、まあ、一応、関東圏に住んでるから、見れるっちゃ見れる、テレビでも。ただ、そうなってきたら、こういう風な、何？ YouTube に撮りやすいようには撮りづらいんで、もしかしたら、ちょっと遅れるのかもかな。遊郭編ね。遊郭編が、23時15分か。12月5日。一番最速が12月5日。で、やばい。興奮が止まらねえ。ちょっと待って。ちゃんと書いとこう。ちゃんと書いとこう。12月5日。富士で23時15分。MX だと、こっちね。で、あとこっちなんだよな。あと1個の方。あ、違う。字が読めねえ。おつ姫。何弦？6？ あ、違う、上限か。上限で、これ多分6でしょ。陸って書いてあるから。
合ってたらそうですっていうコメントが欲しいです。合ってなかったら、なんでしょうねみたいな感じで濁してください。なんとかなんとか、何件ですとかまでは、いいや。上限のなんとかですまではいらないよ。上限のなんでしょうねで濁してください。個人的に6だと思ってるんで。そうだったらそうですって欲しいです、ちょっと。で、こっからだな。この、乗り込むまでだ。これ誰この青年は。テレビアニメーション、鬼滅の刃無限列車編。全7話。ちょっと待って。これマジで書いておかないとわかんなくなるんだよ。テレビ無限列車って書いておこう。テレビ無限列車無限列車へと向かう道中の任務を描いた完全新作エピソードアニオリカっていうことは多分原作勢も全く分かんないんですかね。で2位から7位が任務を約70カットの新作映像、新規 BGM、そして完全新作予告編を追加しておく。無限列車での任務をっていうことは、劇場版をテレビ版に編集してるっていう感じでいいのかしら。これか。初回放送が7話まであるのね。で初回が1時間ね。フジテレビ系列だと10月10日日曜日の23時15分からで、MX だと10月16日土曜日の23時30分から他各配信プラットフォームにてで、遊郭編ね。テレビ無限列車がこれでこうかで、遊郭各編富士で12月5日いやーでもマジこれこんなのんびり撮ってんの俺だけじゃない、ごめんなさいね、申し訳ない。え13分経ってんじゃん、日付変わりそうだね。いや面白かったね無限列車。で、何だった？初回が1時間って書いてあったね。あれ、初回1時間ってなんかどっかになかったかな？これだ。第1話放送、初回1時間。どっちの？ああ、だからこのテレビ無限列車編のことでしょ。が、初回が1時間放送だと思うんだ。それ、でもなんかこの書き方的には、遊郭編が初回1時間の可能性もあるな。ちょっとまあそれでスタンバっておきましょう。ちょっと待って、俺のシフト確認するわ。だから10月10日の23時15分でしょ。10月9日の土曜日が僕誕生日なんです。10月9日の土曜日が僕誕生日です。でその前後で休みは取ってるんですよ。8、9、10で3連休取ってて11が日勤だから
気合い入れて撮ります。まあその配信サイト次第かな。ちょっと待って、あれなんか何語かわかんないけどいっぱい書いてあるとこあったじゃん。うわぁ、すっげえこれ全世界じゃない、めっちゃあんじゃん。さて、じゃあこっからあれなんだよ、配信サイトをちょっと調べないといけなくって、鬼滅のホームページ開きゃ出るだろう多分。ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね、本当に申し訳ない。アニメ鬼滅の刃公式ポータルサイト、多分更新されたんじゃないの、激重だもん今。公式ポータルサイトじゃない、こっちか。アニメ鬼滅の刃公式サイトを今、あー、おんも激重すぎる。ちょっと待って、 D アニメスターとかになんか情報出てねえかな。配信予告はありゃいいんだけど、違う、ない。あ、秋アニメの追加あるわ。日曜日、え、ない、まだ出てない、 D アニメストアには出てない。ちょ待って、あのね、マジで鬼滅のサイトがさ、ずっとこれなの、激重、やべえ、公式だね。ちょっとね、これは一旦確認して、起きて、こうなったらもうツイッターだ、公式ツイッターがなんかどうにか一気してくれてんだろ。鬼滅の刃公式、やばい遅い、あった、配信情報あった。ありました。遅いです。遅い、配信が。D アニメストア、Amazon プライム、ネットフリーとか、まあそこら辺で見るんですけど、一番早くて、なんだ、一番最初にある放送が、まあそのテレビ無限列車の10月10日の、23時15分なんですけど、僕が見れるパソコンでの最速は10月11日月曜日の0時です。なんで、テレビを見終わった15分後に配信が開始される形になりますかね。だからこれの初回の1時間放送だったら、違う、遊郭編が初回1時間放送らしいです。ちゃんと見たら、今遊郭編、遊郭編が、あ、そうだからね、遊郭編の方が遅いもん、1時から開始になってる。12月6日月曜日夜1時より配信になってるから。やべえ、ちょっと待って、マジでちゃんとスケジュール組むから。マジで。
晩の2時か。休み出しとくも。速攻で出せて、そっからモザイクかけてっていうのがあるから、3時半とかになるのかな、夜中の。で、こっちが、11日月曜の0時か。よし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 。決まった。決まった決まった。改めてね。ほら、もうマジこれずっと真っ黒な。決まりました。鬼滅の刃、無限列車編ですね。の、テレビ無限列車のやつ。紹介じゃねえや。違う。まず、一番最速で上がるのが10月11日の月曜日の0時からなんで、YouTube 自体に載せるのは多分1時前後になるかと思います。だから多分、最速じゃなくなるのかな。出た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 。激重すぎるわ。放送配信情報。いやもうダメだなこれ。激重すぎる。遊郭編の初回が1時間放送なんで、またそれとは別の形になるな。いや必ず必ず、動画には出しますんで、まあ他のリアクターたちよりもね、ちょっと遅くはなるかもしんないですけれど、必ずあげますので、どうかチャンネル登録をよろしくお願いします。もうね、ほんと、今使ってるチャンネルの1個前にね、もう停止されちゃったのがあるんですけど、それで、鬼滅の一期の方はもう全部見ております。で、このチャンネルになってから、劇場版のね、無限列車編のリアクションも撮ってますんでね、もう下の概要欄のところにリンクがありますんで、ぜひそちらからよろしくお願いします。ということでね、今後のことについてなんですが、まずテレビ無限列車編に関しては10月11日の月曜日のだいたい夜1時ぐらいに上げたいと思います。で、遊郭編に関しては、12月6日月曜日の、夜中の3時ぐらいに多分上げると思いますんで、月曜休みにしよう、もう決めた。よし、重い、もう開かねえ、ずっと真っ暗なんでね、どうかよろしくお願いいたします。まあね、これから、鬼滅全くの無知なんで、原作の情報は一切仕入れておりませんのでね、まあ多分本当に初見の人間のリアクションが届けられるんじゃないかなと思っております。で、まあその時にね、また改めてツイッターとかの方でね、なんか情報を出したりとかで、あの YouTube に関しては1000人いかないと、なんちゃらなんかあの機能みたいなやつが使えないんで、もう YouTube は基本的に動画を出すだけのになってるんで、よろしければ Twitter の方のフォローをぜひともよろしくお願いいたします。楽しみになってきたね。情報が出たんでね、まあ、できるだけ最速で見ていきたいと思います。そしてもう一回言いますが、僕は10月9日が誕生日です。これ以上は言いません。詳しくは概要欄の方に何かリンクがあると思うんで、ぜひともよろしくお願いします。まあ、もしこの動画がよろしければ高評価グッドボタン、そして、今後鬼滅のねリアクション動画も出していくんで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてツイッターの方もね、フォローをよろしくお願いします。ということで、以上、猪之助推しのバサモンが、アニプレックスの公式 YouTube チャンネルでアニメ鬼滅の刃プロモーションリール2021を見てみたでした。ありがとうございました。長年。